2006年9月、香川県琴平町。いや、しかしね、登れるってことはまだ大丈夫ですね。どうもありがとうございました。この町に残される古い芝居小屋で18代目中村勘三郎襲名披露を行います。こんぴらさんとして親しまれてきた琴平郡の門前町にある金丸座です。木戸をこうくぐった途端です。本当になんか匂いがスーンとしてあっと思ったのね。それで入ってってもうディズニーランドに行っちゃったみたいな、まあね、あのおもちゃ箱の中に入ってったみたいに、でこれはやらなきゃしょうがないってんでやりだしたんですよ。これ金丸座は東京に持ってきたいと思ったんだけど、これは無理だからね、無理ができないですか、ね、で考えたのが国運なんですよ。土間にしていわゆるもどきだよね。それで次に今度やったのが平成中村座。金丸座の運営には地元のボランティアの力が欠かせません。山本拓子さんもその一人です。お迎えするのにね、もう何にもなかったらちょっと寂しいし、そうと言っても何にも差し上げるもんないからね。紙吹雪で巻きってからお迎えしようと思いましてね。今年のお芝居は良かったな、来年はどなたが来ておくれるかなと思いながらね、楽しく切らしてもらってるんです。じゃあ今回も勘三郎さん来られるの楽しみに。そうです、もう待ち焦がれとります。どうしてんのかなって気になって、一年中だってあなた、はい、紙吹雪を切ってるってすごいことだよね。一日で終わっちゃうわけでしょ、一、はい、年がかりであなたあのおばちゃんが紙吹雪を切ってんのよ。そうですよね、それはすごいことですよ。夜中忍び込んで見ちゃったもん。金丸座に来るのは13年ぶりです。山本さんいる。おはようございます。あ、来た。どうも、お帰りなさい。ねえ、本当にあなたに会いたかったの。13年。本当にご元気で。はい、待ち焦がれておりまして。ありがとうございます。本当にね。金丸座の海の親ですから。いや、今度は立ち上げからだもんね。今でも紙作ってます。作ってます。ねえ、それ紙に来なくちゃいけないから。ありがとう、ちょっと見てみますね。ありがとう。おはようございます。どうも、おはよう。懐かしいね。おかえりなさい。本当に。おはようございます。おはようございます。お目見え、ご当地お目見えは、13年ぶりのお目見えです。
懐かしい。ああ、昔二十何年前にこの小屋を見に寄せていただいたときに、この小屋が芝居をやれ芝居をやれと囁きかけていたように思いました。そして今歌舞伎を毎年のように4月やって流星を誇る観覧座にこうしてまたお目見えの向上をさせていただきましたこと自体、私本当にありがたく熱く熱く感謝をいたしまする次第でございます。18代目中村勘三郎、ごひいきお引き立てのほどをお願いを申し上げまする次第でござります。この年も山本さんの紙吹雪が舞台を彩りました。名古屋市中村区は中村屋の発祥の地と言われています。この町の高校の体育館を平成中村座に改装し、襲名披露を行うのです。在校生も見に来てもらうことになっていました。しかし、親とかはすごい興味持ってるんですけど、僕はなんかそんな過去のことには興味がないんで、あんまり見る機会もないし、大人の楽しむものっていうイメージがすごい強いですね。好きな人もちょっとはいるかもしれないけど、ほとんどの人は何だっていうことでしょ。だって僕らの体育館を潰してだよ。あんなもの冗談じゃねえやって言ってる人たちはこれ正常なんですよね。だその人たちがどういうふうに思って最後までそうなのか、なんか許してやろうみたいになるのか、その辺含めて面白い。つまんないでもいいんだよ、なんかその褒めてるばっかりじゃなくてね、思ったことを言ってほしいなと。女型というのは女性を男性がやるということです。怖いね、これ怖いよ。楽しみにしている人がたくさんいます。かっこ特に生徒よりも大人がかっこそうだよ、正直だよ。それはその通りだよな。頑張りたまえ中村君最高だね。樋口光太くんに会いたいな。あ、わかりました。樋口くんに会おう、はい、樋口くん探してきます2年生がこの加藤事務局長が、コミュニケーションを取りながらお互いにわからないことがあったらお互いに相談をして、で他の学生みんな頑張りたまえ中村くんというのを勘三郎さんに見せたんですよ。はい、本当にもう申し訳ないです。本当にそれしかないです会いたがってましたけどもうぜひも僕もこんな僕で、はい。
一部の生徒たちがボランティアに乗り出しました。クイッてやって。どうどう。あの左を。三番目曲がってる。気づけだけもうちょっと下に。全体的にちょっと前出してください。はい。ボランティアの生徒たちの協力もあり、平成中村座初日を迎えることができました。見ますよ、それはもちろん。あ、いや、ありがとう。すごい、すごい。おはようございます。すいません、六太郎さん、もう一回ちょっとお願いします。すごいですね。今日山道も長いですよ。長い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 けどすごい。いいの作ってくれたね、本当に。頑張りたまえ中村くんと書いていた樋口くんもやってきました。18代目中村勘三郎襲名披露口上トマホを開幕いたします。まずは口上です。学生の方たちからと応援のメッセージなどを私事前にいただいておりまして、3年1組の樋口孝太君など頑張れよ中村君という演目は身代わり座禅。
山の神は三馬は何だ何しは何だ今宵のことの葉の楽しさ人気がないとか結構あまり好きっていう人はいないっていうイメージがあったんですけど、いやかっこいいですね、本当に。あ、僕は素直にあの音楽とかと同じぐらい好きになったんで。打ち上げにはボランティアの学生たちも参加。泣いたらダメなんだありがとう。若者たちに歌舞伎の楽しさを伝えることができました。次回は京都でラストを飾る襲名披露からご覧いただきます。